まあ長くやってるものってそういったまあその共通項とか対比になってるものって見つけるのってまあ楽しみ方の一つなんじゃないかなと思うんですね。まあ、丈太郎がダビーに吹っかけたことが今度このジョリーに返ってきてるような感じになってるっていうのも。はい、上代です。今日はジョジョの奇妙な冒険パート6ストーンオーシャンの話をしていきます。ネットフリックスで、先行配信で、来年から、普通の地上波で、まあ、やるっていうことなんですけど、まあ、ネットフリックスの方でも12話、全部やって、まあ、多分3クールに分けるんだと思うんですけど、今ハンマーバッキーもネットフリックスでやってるんですけど、あれも多分3分割すると思うんですよね。カマキリとオリバーを今やってて、で次がピクルで、その後で、まあ、ユージロと戦うっていう多分3部構成でやると思うんですね。まあ、なのでストーンオーシャンもその感じになるんじゃないかなと思います。まあ、今回は、最初から、サベジガーデン作戦までやって、で次がスポーツマックスから、脱獄までですね。で最後が、ディオの息子たち と宇宙事順っていうのを、まあ、その3分割でやっていくんだろうなという感じで、まあ、ということで、まあ、この動画で何言おうかなと思ったんですけど、原作と違う部分とかですね、まあ、そこについていろいろ話していこうかなと思います。まあ、とりあえず今僕も原作が手元にないんですよね。6部ないので、まあ、一応うろ覚えで、まあ、ちょっと間違ってるところあるかもしれないんですけど、原作とアニメどう違ったかっていう話ですね。まあ分かりやすいところでこれはどうなるんだっていうところもあったと思うんですけど、まあ、とにかくマスターベーションですね。マスターベーションはちゃんとそのセリフとは変わらずに使われるのかっていうことですね。使われましたね。と生理用ナプキンも普通に使ってたなっていうことで、そういった部分に関しては多分普通に使うんだろうなと思います。アナスイですね。アナスイもまあ、最初は初期設定では女性だったんだけど、まあ、男性に変わったっていうことなんですけど、普通に出てきたなっていうことで、アナスイに関してはもう声優決まってるんですけど、スターウォーズ のアナキンやってる波川さんですね。人なんだけど、まあ、今回は喋らなかったっていう、とりあえず分かりやすい部分はそういったところがあったかなと思います。で細かい部分で言うと、ジョリーのマスターベーションを見てたのが、若い頃のトム・クルーズに似てる監視でしょっていう、そのトム・クルーズっていうワードがなくなってたっていうことですね。次にジョリーが裸になって、その持ち物検査っていうか身体検査してる時にですね、そのホルモン剤打ってる女っていう、その男の体してる人がいるんですけど、まあ、それがまあカットされてたっていうところと、そのジョリンが裸でいるところをこうエルメスが見てたんですけど、まあ、そこもカットされてたなと思います。その後にグエスがあって、ジョータローですね、面会人が来る、あそこでジョリンが最初ジョン・ガリーに撃たれた時にストーンフリーの手があって、まあ、そこに撃たれててっていう、まあ、それがまあ防弾チョッキみたいな感じになってるっていうことを、瞬間こんなことをって言ってたんですけど、その防弾チョッキっていうワードがなぜかなくなってるっていう、別にそこを言ってもよかったんじゃないかなと思うんですけど、あこいつ瞬間的にこのガードできるんだ早いなぐらいのなんか印象になってて、防弾チョッキっていうのは別に言ってもよかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、なかったなと思います。であとエンポリオがくれたお母さんの骨ですね、仙骨の骨だって言ってたこと、これは原作よりもなんかいい感じに、まあ、書いてたかなと思います。最初は夢の中でその仙骨骨っていうのはその人間の骨だっていうふうに、まあ、丈太郎が説明して、で夢から覚めた後でこれのおかげで、まあ、目が覚めたんだって言ったら、刑務所で出たなんか骨の残りかみたいな感じで言ってたんですけど、その人間の骨だっていうことの説明をこう後に回して、食べ残しっていうことをどっかやっちゃったっていうことですね。まあそっちの方がその丈太郎ってやっぱその博士号を取ってるっていうのがあって、現実で目覚めた後で丈太郎がそれは人間の骨だって言った方がいいんじゃないかっていうことで、多分そっちになったんだろうなと思います。まあ、そこの改変はすごい良かったかなと思います。あとジョン・ガリエが、ホワイトスネークに殺されるところですね。ケネディを暗殺した男もこういう風に仲間に殺されて口封じされたんだっていうこと、まあそこのそのケネディ暗殺っていうことはまあなかったことになってるっていうのと、でその後に、エルメスですね。でエルメスがそのキスに目覚めた時になんか自分おかしくなったんじゃないかと思って、こうコロンブス の新大陸発見とかですね、あとミッキーマウスの誕生日っていうことを言ってたんですけど、それがなんとかっていうのに変わってたんですね。まあ、ミッキーマウスっていう、まあ、ワードは出せなかったんだなっていうのがありますね。まあ、原作の方ならそのままエルメスが、エンポリオにあって、そのエンポリオ のバーニン・ダブズ・ハウス のあそこですね、音楽室に行くんだけど、まるまるなくなっていって、そのエンポリオの能力の紹介っていうのがサベジガーデン作戦でジョリンが電話した後に
あのジョリンが初めてそこに入っていって、あのウェザーリポートとあのアナスイを初めて見るっていう、まあ、そういう風にまあ改編されてたんですね。まあ、そっちの方がまあすごいあのなんか自然かなという風な感じになってて、まあ、それもまあ良かったかなと思います。で次に、ミラションですね。あのマリリン・マンソンの時に、ミラションが最初はあの家計を持ちかけてくるところですね。最初はあのミラションの方にあの野球のボールが飛んでいって、まあ、それをジョリンがこうあのギリギリでキャッチしたところを、ミラションにジョリンが脇腹にあの肘食らうんですよね。一回で食らってミラションからちょっと仕掛けてくるところあったんですけど、アニメの方ではそのミラションはただ見てただけで、あのいきなり声かけられるっていう風になってたかなと思います。最後の方でエレベーターで閉じ込められた後に投げろって言われて投げたそのボールをあの分解して、その中の空気まで全部あの受け取ったら一応そのキャッチボールのルール上大丈夫なんだよって言ってたっていうのが、まあ、ちょっとずれてたっていう。でその後で2階になって開いたら、その看守があのバッて割り込んできて、でその後でジョリンがその看守のその、まあ、ケツポケットからそのボールを奪い返すっていうところで、あの分解してその中の空気まであの自分であの取って、そうすればいいよかったっていうこと、まあ、原作の方では看守が邪魔に入ったことによってそのキャッチボールが途切れるっていう、ミラションがイカ様っていうかそういうことをやったんだけど、だけど一応ルール上はその2人のキャッチボールの あの家系ではあの負けになってる。だけどその後でジョリンがこう押し切った感じでこうミラションを叩いてあの、まあ、倒したっていう感じになってたんだけど、だけどそうじゃなくて、このアニメで新しくそのジョリンの言い分としては、あの FF だろうが誰であろうがそのキャッチボールの相手は していなかったっていうことにして、一応その賭けのルール上そのジョリンはあの潔白であるっていうことを示した上で、あのミラションに最後あのオラオラをするっていう風な感じになってたっていうので、まあ、改編に関してはまあそこでぐらいだったかなと思うんですね。であと、まあ、あとちょっとあの僕があの手元に原作ないんでちょっとあの微妙に覚えてないんですけど、あのジョータローが来た時にジョリンが14歳の時に一回警察に捕まったっていうところ、あそこの階層が多分あれヨーヨーマとかあの辺でやってたところなんじゃないかなって思うんですね。まあちょっとうろ覚えなんでちょっとあれなんですけど、 あとその面会人のとこであの手錠が外れてたら外れてなかったりっていうところ、あそこもちょっと改変してたかなと思います。でミラションがまあ一応そのダービーみたいな感じですね。やっぱその賭け事っていうことなんですけど、で1000ドル賭けるって言って、あの1000ドルで、まあだけどお金じゃなくても他になんか価値のあるものだったら何でもいいっていう風な感じになってる。まあ、それでまあ結局そのまあジョータローというかそのスタープラジナのディスクをまあ手に入れるっていうことが目的だったんだけど、まあ、それがあのダービーと戦った時に、まあジョータローがそのホリーの命をあのかけるって言って、それに対してそのダービーにあのディオのスタンドの秘密を喋ってもらうっていうようなことを言ってたっていう、金銭の賭け事だったんだけど、だけどそれにかこつけてそのスタープラチナのディスクを受け取るっていうのが、まあジョータローがダービーに吹っかけたことがなんか今度このジョリーに返ってきてるような感じになってるっていうのもなんか良かったなと思います。ジョジョ自体結構あのライブ感でできてる漫画なんで、あのどこまでが計画されてたのかちょっと分かんないんですけど、まあワンピースもそうなんですけど、長くやってるものっていうのはどこまで計画されてるのか、それともこう長くやって自分が書いたものを見返した時に、あこれとこれつながるなと思って、じゃあそれ出そうっていう思ってやったのか、まあ長くやってるものってそういったまあその共通項とかあの対比になってるものって見つけるのって、まあ一つその楽しみ方の一つなんじゃないかなと思うんですね。ということで、まあ、今回はまあ12話一気見して、まあ、ここから半年か1年か空いてまたあの第2期だと思うんですけど、まあ、個人的にはあのストーンオンさんってあの一番最初に見たジョジョなんですね。あのジョジョの3部の格ゲーがあのやってるところにまあジョジョを知って、それで初めてこうジャンプでジョジョを見た時にあの第5部巻のところだったんですよ。だからあの、まあ、初めて見たんだけど何のこっちゃ全然わかんないまま終わってて、全然知らないキャラたくさんいるし、あのポルナレフにも気づかなかったっていうのがあって、まあ、そこからしばらくしてあのストーンオーシャンが始まってあの見始めたっていう、まあ、そういったのがあるんで、まあ、個人的にはすごい思い入れのあるストーンオーシャンなので、まあ、連載始まってからまあ20年ですね。20年経ってこうやってあの、まあ、アニメ化されるっていうのはまあなかなか感慨深いかなと思います。まあ、ということであの第2期始まったらまたあのレビュー動画出そうかなと思います。
ということで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。普段は新作映画とかを見たらすぐにレビューするというチャンネルなんですけど、Netflix、アマプラ、ディズニープラスなどですね、独自コンテンツの面白いやつがあったら、レビューするということもしているので、チャンネル登録の方をぜひお願いします。でこの後僕短編が撮ったんですけど、それの予告編が1分半流れます。ラブソングに捧げられた恋人たちというタイトルで、通常版とディレクターズカット版があります。で通常版はユックロード賞さんの、自作短編映画祭というのに出させてもらってます。でディレクターズカット版は、僕のチャンネルでやってます。どちらも概要欄にリンクが貼ってるので、興味がある方はそちらを見ていただければなと思います。ということで終わります。